ああ、こちらと利害関係が一致しただけのことだ。気にするな。そうだ、あの行商団は僕が世話になっている行商団だ。そんな変な目で見るな、人間。そういえば、暗躍精霊を浄化したところを見るとよそ者のようだね。他の世界から流れてくる人間もいるというのに、さすらいの精霊がいることぐらい理解できないことじゃないだろ。わかっている。人間は短い命だ。経験することにも限りがある。これも何かの縁だ。名前でも知っておくといいだろう。僕はアゾットという。世界を回りながら真理を探求している。そうだ、僕はこの世界を研究している。世の中は何で構成されているのか、不思議に思ったことはないか。世界を構成する物質を探し出し、それを調合し他の物質に変換できるといった考えは。お前賢いな。それなら話が早い。そうだ、僕は錬金術を研究している。まだ真理は見つかっていないが、僕には時間がたくさんあるから、いつか終わりにたどり着けるだろう。祝福してくれているのか。礼を言おう。いつか真理を見つけることができたら、お前にも一かけら分けてやろう。おい、よそ者。この間もそうだったが、なかなか気が利くな。大したことではなく、僕と共にいる行商団はなかなか珍しいものを持ち歩いているからな。その中にここの領主が探していたものがあって出会ったんだ。僕には理解できないものなんだ。見た目は地味だが、とんでもなく高い高級素材で作られた女の子用のヘアピンだ。なぜせっかく高い材料で作ったのに地味にしなければならないんだろうか。ここの漁師の好みか。そうだろうな。人間の漁師たちは皆一つは変な趣味を持っているからな。それよりせっかく会ったんだ。商店街を案内してくれないか。ここではどんなものを売っているのか気になるね。もしかすると研究に役立つ資料があるかもしれない。綺麗な村だな。気に入った。一番気に入ったのは本屋の品揃えだ。かなり珍しい書籍を取り揃えていたぞ。気になることだってあるだろう。
疑問を持つのはいいことだ。しかし大した理由はない。ただ僕が生まれて初めて出会った人間が錬金術師だっただけだ。人間たちの社会で言えば父親のようなものだよ。本当に素晴らしい人だった。人生ただの一度も恋愛せず結婚もせず、ただひたすら真理のための研究に没頭したんだ。晩年は性格が偏屈になってしまったが、目が見えづらくなる中でも研究するときだけは情熱を燃やしたんだ。それをそばで見守っていたら、一体この人が探している真理というものが何か知りたくなったんだ。昔はその言葉が正しかったが、今は後を歩んでいるとは言えないな。今は僕が先に立って歩んでいるはずだ。あの人はただ旅の始まりに過ぎない。昔話はここまでにして、次は飲食店を教えてくれ。この村ではどんな調理法で料理をするのか気になるね。僕を訪ねてきたのか。ずいぶん急いで来たようだが、どうしたの。僕の名前？アゾット？それを教えようとこんなに走ってきたのか。よし、誠意を組んで聞いてみようか。僕の名前の意味とは何だ。2つの理由があるな。1つ目は僕の名前の意味が気に入って。始まりと終わりとはとてつもなく大層な名前じゃないか。そして2つ目はこれを教えようと走ってきたお前が気に入って。お前は記憶力がいい方ではないだろう。もしかすると今日教えてくれたことも記憶違いかもしれない。しかし僕はもう、誰かが僕の名を呼ぶたびにお前が教えてくれたその意味を思い出すだろう。僕の名がどれほど特別なものになったかわかるだろう。だから当然嬉しいことだ。きっと僕がどこにいてもお前のことが浮かぶだろう。ありがとう。30分くらい待つのに飽きて先に一杯飲んでいた。いいだろう。そうなのか。
それなら当然多めに見てやらないと。さあ座って、次に会う時はお前の故郷の話をしてくれると言っただろ。大したことないだなんて、そんな違う世界の話じゃないか。一般的な人々は一生かけても知ることのない話だ。いい答えを聞きたいのなら質問がうまくないと。それじゃあまず一番気になることを聞こうかな。お前は学生だったと言ったな。その世界ではどんなことを学ぶんだ？大体すぐに実生活に使えるものではないな。しかし幼い頃と年を取ったらだって、どれほど長い間勉強するんだ？ありえない。そんなに幼い頃に始めて長い間学んでばかりだと？金は稼がずに？そんなやり方なら金持ちだけが学べるんだな。はあ、今日は面白かった。知りたくないわけではない。もちろん気になるさ。だがお前がきちんと説明できないだろうと思って。たまたま今日聞いたことは簡単なことだったが、難しそうにしていたじゃないか。そうカッとなるな。それに他の国の自然の法則がここでも同じであるとは限らないから聞かなかったんだ。お前ではなく他のよそ者に会ったことがあるんだが、そいつの世界とは多くのことが違っていたんだ。だから心を空っぽにしてそっちの世界について知りたいことを聞いただけだ。世界は広い。これだけ生きてきたのにまだまだ知らないことが多い。ここで待てば会えると思っていた。うん、特別なことといえば特別なことで、そうでもないといえばそうでもないことだ。この前会った時に、直に行商団が移動しそうだと言っただろ。移動する日が決まった。明日だ。直に移動しそうだと言っただろ。明日見送りに来てくれるんだろ。挨拶は明日にしよう。今日は一緒に食事をしながら対話も兼ねて出発を伝えに来ただけだ。僕がそんなことするわけないだろ。
ただしばらくここに留まるのも悪くないと思っただけだ。この村にしかない珍しい書籍もあるし、近くにある精霊の森にも興味があるんだ。どちらにしろ時間はたくさんある。ここで飽きるほど研究した後、また他のところへ行くのもいいだろう。その顔を見たら残った甲斐があるな。僕と別れると思って悲しかったんだな。泣いたのか？その割にはすごく顔が赤くなっているが、見逃してやろう。それじゃあ研究室を作れる家を紹介してくれ。行商団の置いていった僕の荷物を置いておくところが必要じゃないか。